気象ラボです。三重大学の先生方に気象学などについて分かりやすく教えてもらいます。今回は立花さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さて、今日はちょっと暑くはなったんですけれども、三宅さん、はい、まあ、徐々に秋めいてはきましたよね。本当に涼しくはなってきましたよね。なってきましたね、うん、過ごしやすくなってきましたね、立花さん。そうですね、ね、どうですか、夏を振り返ってみて、あの暑い夏、どうでした、今年の夏に関しては。いや、かなり暑かったと思います、うん、そうですか、暑かったです、はい、暑かった。で、なんかしたことありますか？ね、だからそれをとにかく言わしたいんですよね、立花さん。そうですね、そうですよね、はい、何の話なんやっていうのを、はい、視聴者の皆さんにちょっと見てもらうためにも VTR ご覧いただきましょうか、はい、今年どうなるのっていうところだと思うんですけれども、はい、非常に激しい雨と、強い暑い夏が来る可能性があると。恐れ入りました。素晴らしい。ということで、7月の放送の時にこの気象ラボのコーナーで立花さんにはこの夏が暑くなる、はい、そして雨が激しく降る、はい、という予想をしていただいていたということなんですよね。改めてちょっとこの夏がどういう状況だったのか、そうですね、解説してもらいますか。しましょうかね。まずは VTR を見ましょうかね、はい、夏の様子ですね。7月は非常に暑い夏でしたね。暑かったですね、もうカビロみたいな出てますね。これ暑さがよく分かりますね。本当にきつかった、暑くて、はい、ですね、じゃあちょっとグラフとかを見ながらね、もし詳細に、はい、夏の変化の様子を見てみようと思います、ね、お願いします、はい、これはですね、横軸が6月、7月、8月で、あの気温が北日本から西日本までどう変わっていったかということを表しています、ね、はい、これを見ますと7月を中心に猛暑になって、うん、8月はちょっと寒い日とですが、ちょうどですね、この7月の一番暑い時期が、まあ、オリンピックとほぼ一致した。なるほど、まあ、皮肉かもしれませんけども、そういう時期でしたね。ですから、北海道のねマラソンがすごい状況でしたよね。辞退者がいっぱい出ましたけど、はい、まさに北海道はですね、観測史上一番の暑さにちょうど7月現地から8月になったんです、ね、なるほど。その後オリンピックが終わった直後にですね、はい、今度は長雨そして大雨、これも記録的な観測史上最高というところもたくさん出た長雨ができました、はい、でこれも、ちょうど台風直後なんですね。台風のあのオリンピック直後になりました。その時ちょうど台風が日本を通過しました。これがまあ夏の様子で、猛暑と雨ということが起こったと思うんですね。三宅さん、いかがですか。いや、もう本当にあの暑い夏も雨も続いて、うん、結構大変な年だったなと思ったんですけど、ね、でも先生の言われた通りだったんですよね。あ、そうですね、予想通りだった。まあ、あの我々のその気象学の理屈で、まあ、たまたまかもしれません、はい、当たったということですね。いや、素晴らしい。その中で今日は、はい、台風なんですか。台風ですね。さっきも言いましたが、この8月のちょうどオリンピック終わった頃に大きく転換したので、はい、まあ、そういう雨で、それ台風だったって気がしますので、その話題を今日はしていこうと思いますね。先週それこそね、大きな台風、勢力強い台風あって、はい、まあ、うまくこうね、なんとかそれてくれたわけですけど、三重県に関してはね、はいはい、そうですね、まあ、あのそう、台風が我々どうしても通過する直前までが脅威に持ちますが、はい、通過した後も注意してほしいという、そういうことを今日は話していこうと思います。なるほど、はい、で、あの一例としてちょうど4年前のですね、あの衆議院選挙が10月にありました、はい、その衆議院議員の選挙の日にですね、ちょうど三重県で台風の大雨が降ったんで、はい、その時の台風の例を挙げて説明しようと思います、はい、で、あ、ですね、これ当時の映像ですね、はい、そうです、2017年10月22日ですから、まさにこれ投開票日ということになるわけですよね、はい、衆議院議員選挙、衆議院議員ですね。宇治山田駅はもう目の前完全に水浸し、はい、もう浸水している駅の中っていう状況になるわけですけれども、はい、こういう状況でじゃ台風がどう動きをしたかをちょっとあの天気図のアニメーションをちょっと見てみようかと思いますね。はい、はいはい、じゃあちょっと見てみましょうかね。あのまず台風がこれですね、はい、あのちょっと前には台風が南の方にありまして、これはだんだん動いてきます。動かしましょうかね。はい、動きますね。動かないね。あ、動きましたね。はい、動いてきました。だんだん北に来ます。どんどん発達していって、あの950、925まで下がりましたね。そしてどんどん北に行って、
そしてどん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 三重県に近づいてきます。でここになったんですね。これがちょうど衆議院議員選挙が終わった直後の21時です。その日の、はい、もう三重県に最接近してます、はい、しかしながらで大雨降ってました。僕もずぶ濡れになりながら選挙行った記憶もありますけどもね。なるほどね、有権者皆さんそういう状況でしたでしょうね。でしたがこの日、まあ、三重テレビをはじめとして日本中ほとんどの、マスコミはですね、はい、選挙報道一色で全然この台風を注意喚起をしてなかったんですね。なるほど、はい、ですからこの時にですね三重県でも亡くなった方は何名かいましたね。でこの後見ましょうか。この後さらに動きますと静岡県に上陸します。高潮になりました。さらに動かしましょうか。で関東を、通過していってこれでも台風報道は終わります。しかしながらその後もずっと見ていきましょうか。バーッといって北に行きます。これ見ましょうかね。拡大しましょうか。これそうするとこの時の気圧がですね、はい、見えますかね。900見えます。34ですか。4ですね。だいぶ低いですね、はい、つまり台風が普通の低気圧に変わったんですがその後急発達したんですね。なるほど。これはだいぶ前に話した、爆弾低気圧ですね、うん、この時は日本から遠かったからそれほど被害はなかったんですが、はい、これがですね日本に直撃したパターンもお見せします。次これまた低気圧があります、はい、これがまたアニメーションを動かしましょうか、はい、行きましょうかね。これがですねまた日本に近づいてきます。そして、どん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 近づいてきますが今度の台風はあんまり発達せずに日本に近づきました。でこの時は選挙がもうないのでマスコミはどんどん台風情報を流しました、はい、で通過しました、はい、通過した後これ見ましょうか。日本を通過して台風が普通の低気圧に変わりましたがその気圧見ましょうか。いくつですかね。936。そうですね、はあ、低いですね。台風以上でしょ。てか北海道に近いでしょ。でこの時には北海道では吹雪になりました、はあ、10月の吹雪、はい、ですから台風が通過した後も発達するのが10月のパターンなんですよ。ですからもう10月の台風については通過した後もう一回注意が必要、警戒しないといけない、はい、この後たまたま北海道ですがこれがもっと近かったら激しくなると。はあ、じゃあこういう事例を他にも見させましょうかね。こういう台風の通過後の注意すべき事例を他にもお見せします、はい、これは2018年の有名な西日本豪雨の事例です、はい、この時には大変な大雨が降りました。右の図は雨量ですが真っ赤っかですね、はい、これだけ多く雨が降りました。で こちらの図は、観測史上最高になった場所が黒く線引いてますがご覧のように観測史上最高の地点がたくさんありました、はい、この大雨をもたらしたきっかけも台風だったんですね。それをお見せします。じゃあ天気図をお見せしましょうかね。これはまだ西日本豪雨になる前の状況です。天気図です。ここ見てください。九州のそばに台風があります。弱い台風です。はい、でこれともう一個注意してほしいのは北のこのオホーツク海にある高気圧、この2つを着目して次の天気図を見ましょうか。この台風が今度はこっちに移動しました。そして弱まりました。弱まりましたがやっぱり低気圧なんでこのようなぐる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 した渦巻きです。こういう渦巻きなのでこの北の高気圧を南に下げると。でこの北の高気圧は冷たいんですよ。冷たい高気圧を南に下げて南の夏の高気圧との間の梅雨前線を強めると、はい、つまり台風が去った後北の高気圧を南に下げて梅雨前線を強めてそれがきっかけで西日本豪雨が起こったということで、ですからさっきとはちょっと形メカニズムが違うけれども梅雨の時期は結局台風の後をまた注意しないといけない。じゃあこの時もっともっと見てみましょうかね。こういう時にはどうだったかというと水温ですね、これ非常に冷たい海面水温があるので、はい、この冷たい海面水温の影響を受けた冷たい高気圧が南に下がって梅雨前線を強めたと、ね、まあもっと次の図見ましょうかね。次の図ね、まあ簡単に言うと南の高気圧と北の寒気の間の梅雨前線が非常に強まったというのがこのきっかけを台風が作ったというわけですね。宮城さんも
台風だけを見ていたらいいっていう状況じゃないわけですね。そういうことですね、うん、結構台風一過でなんか喜んじゃう場合もありますけど、あとが大事なんです、あとは。じゃあこの例は他にもあったんでそれを見てみましょうか。はい、それは今年の8月の先ほど話しました豪雨なんですよ、うん、これも非常に多くの豪雨が降りまして観測史上最高の場所もいっぱいありました、はい、西日本豪雨並みの雨量でした、うん、でやっぱり見てみましょうかね。次の図いきましょうかね。このように観測史上最高の場所があったので、まあ、西日本豪雨とほぼ匹敵するぐらいの豪雨が降りました。じゃあこの時のやはり台風を見てみましょう。はい、行きましょうか。これはちょうどオリンピックの最終日です。東京に台風があったのはよく報道されましたけれども、はい、この時は九州に台風がもう一個ありました、うん、でこの2つの台風が次どうなったかを中心に見ていこうと思います。でもう一個ちょっと注意してほしいのは北の高気圧、これですね。これは日本北海道の付近に来まして、ここに高気圧があります。オホーツクの高気圧、さあこれがさらに下ります。次の見てみましょうかね。そうすると去った後この低気圧のぐるぐるぐるの渦によってこの北の冷たい高気圧が下がってきて、そしてここにまた同じように西日本の豪雨と同じように梅雨前線のような雲ができたと。なので、まあ、8月だけれども梅雨前線になったと。これも台風がきっかけだったと。なるほど。ですから台風は通過した後も注意すべきだと。注意すべきだと。どうですか、西田さん。どうですか、三宅さん。いやもうなんか本当に気をつけないと。台風、一言に台風って言ってもやっぱいろんなパターンがあるんだなっていうのも今初めて知りましたし、その後にやっぱり注意するっていう気持ちが全くなかったので、そういうのが大切なんだなっていうのを分かりましたね。そうですね、うん、まあ、じゃあ今日もまとめいきましょうかね。はい、はい、一応五七五で作りました。台風が通り過ぎてもご用心お、まあ今日話しておりますね。つまりいいですね、はい、台風が通過した後も爆弾低気圧のこともあります、はい、そしてもう一個は豪雨をもたらすというわけで、台風は通過したからといって安心せずにちゃんと天気図を見ましょうというわけですね。はい、以上が僕の今日のメッセージです。勉強になりました。ありがとうございました。以上気象ラボのコーナーでした。